里崎チャンネル。こんにちは。さあということで、はい、今日は楽天と DeNA です、はい、というところで、はい、まず楽天から、はい、楽天はね今、うん、首位です。そうなんですよ、うん、まあ、ソフトバンクの 今の段階では2ゲーム差というところなんですけど、そうですね。チーム打率2割4分4厘、これでもパ・リーグ5位、はい、チーム防御率 3.55 はパ・リーグ2位、はい、っていうところでね、盗塁数28はやっぱダント少ないっていうね。そう、全然しないですね。だできるやついないもん。そうなんですよ、そもそも、はい、で、あの辰巳もね、はい、もう開幕当初の勢いもなくなってきたしね、正直。だからだっていないよね誰も。まあたまに隙を見て島内とか、そうですね、隙を見て岡島とか、盗塁のスペシャリストみたいな人は全く今いない状態ではありますね。いないよね、うん、怪しいね、うん、その中で、うん、交流戦、はい、楽天、うん、6位です。9勝8敗1分け貯金1、まあ最低限だね。チーム打率2割6分6厘、防御率 3.96 と、うん、っていう形で、まあまあ最初連敗でスタートしたんでどうなるかとかとね、そうそうそう、うん、思いますね。まあ連勝でなんとか、うん、まあ1位のままね戻れたっていうところで、はい、どうですか楽天の。楽天そうですね、ですごく投打のバランスはいいと思うんですけど、うんうんうん、ちょっとリリーフが崩れちゃったり、うん、投手が抑えても打線の援護がなかったりっていう、うんうん、なんかこうどこが一番悪いっていうのはないと思うんですけど、なんともだから今の楽天の総評はなんか、はい、ふわふわみたいな。まあそうですね、まあめっちゃいいとも思わないけど、うん、めっちゃ悪いとも思わないし、そうなんですよ、なんか危な1位にいるけど、うん、ちょっと危ない匂いするね。そうですか、うん、そうですか。あと、うん、石井監督の、はい、なんとかだからベンチの策で、うん、なんとか保ってる感じするね、うん、あの広島戦2者連続セーフティーとか、はい、スクイズとか、うん、もう投手交代 もう巧みにしたりとか、うん、なんとかギリギリ、はい、打線も爆発力がすごくあるわけでもないですし、そうなのよ、ここに来てね浅村も若干下がってきたしね、はい、今年はやっぱねホームラン数が、うん、しかも打率もねホームラン少ないけど打率高かったらいいかと思ってたけど、はい、打率も2割8分3厘でちょっと下がってきててね、ホームラン4本、まあ、フォアボールね53個取って出塁率4割2分あるところはね、はい、高いけどもゲッツーも何気に11個あるからね。ああそうですね、うん、こう打線が乗ってくるとすごいつながったりとかするんですけど、だから鈴木大地と浅村が連動しだすとすごいんだよね、うん、今岡島選手がすごく調子がいいっていうのと、篠崎選手はね、うん、打点はまあすごいので、だからちょっと怪しいよね、うん、怪しいですか。去年の匂いするよね今去年のままにいっちゃうか、はい、だってリリーフもよ、うん、まあ安楽、うん、孫、うん、まあ松井かな、はい、今の今いい投手感じで言うとね、はい、でも俺は安楽は自由にどこでも行けるような形の方がいいんちゃうかって思うの。あいいよ、うん、絶対的みたいな感じしないじゃん、まあ、そう今は、まあ、防御率1点台でね、うん、勝ちパターンでだからいろんなところに使えた方が、逆に安楽をいろんなところに使えた方が強いと思う、はい、逆に、うん、でもまだね、はい、ブスニッツも、うん、あんまだし、はい、福山も良かったけどちょっと1回打たれてからなんかホームラン打たれてからポンポンってそうなんですよなっちゃうし、はい、森原もね、うん、あの守護神になったその前年からの感じがちょっともう影を潜めてる感じだし、ちょっとなんかもうギリギリの状態で後ろにつなげていくみたいな感じじゃん、はい、そうですね、今ちょっとリリーフ陣っていうのが薄いところはありますね、うん、でトータルバランス悪いよね。マー君何気にゲーム作ってんのに勝てない。いいんですよ、うん、はい、でも援護に、でも早川投手の時は比較的援護点があるんですよ。そうだね、はい、でもちょっとこの前はねちょっと最初にバンバンってやられちゃってね、最後になっちゃったけど、はい、で楽天でいうと、うん、やっぱり長打が少ないよね。ホームラン53本はパ・リーグで5位。あの外国人選手が今ねいないですしね、うん、いるけどいないよね。そうそう、いるじゃん、はい、あのディクソンがいるじゃん、ディクソンいるじゃん、はい、ディクソン今でも2軍なんす。あれウィーラーすごい活躍してるよ、ウィーラー言わないでくれウィーラーすごいよ、3割だってもうすぐ来てた時到達っていきなり1位に躍り出るらしいからね、はい、ウィーラー活躍してますね、すごいね、うん、まあ、もう楽天ね、まあの人たちは応援してますから、ウィーラー、うん、でそうなんですよね、ちょっと爆発力がないっていう、得点圏打率2割3分8厘で、はい、パ・リーグ5位です、うん、得点圏でもやっぱチーム全体としては、はい、打ててないのよ、うん、でも得点圏打数は568打数っていうところで、うん、パ・リーグ1位。
得点圏にランナーを置いたで打席、うん、だから得点圏にランナーを置いての打数の数っていうのは、はい、568でパリーグ1位、そうなんですね。要はだから得点のチャンスは作ってるけども、うん、得点圏打率が少ない、うん、けど数が多いから、うん、その分点が入ってる分、うん、多分1位に入れてるのよ。そうですね、うんうんうん、だからちょっと危ういよね。うん、まあ確かにそうですね、このギリギリのところで、うん、であとフォアボールを250個とあのロッテについて多く取ってるから、はい、そこら辺はそうそうそう。でも盗塁がさ、うん、少ないのにもさ、うん、成功率5割7分1厘だからさ、2回に1回アウトになってるの、約本当ですね。走ったら盗塁少ないくせにもったいない気もしますね、うん、これちょっと危ないよね。うん、であのバンドの成功率が7割4分5厘と、はい、パ・リーグで一番下手くそなの。そうなんだ。そうなんとか、あの作戦してるけど、はい、成功率が7割4分5厘、はい、唯一の7割台。みんな8割台とか最低8割、その次がソフトバンクの8割5分2厘、うん、最高が日本ハムの9割5分7厘。へえ。代打成功率が1割2分5厘とパ・リーグ最低、はい、うん、ここだね。そうですね、なんとか頑張ってるけど、うん、ちょっとした作戦も、はい、結局それがプラスに働いてないね、うん、結構やってるけど、で今はいいところでハマるとハマってもってる感じがありますよね。あと島内がね、はい、いいところで打ったり、岡島っていうねこの連動性あったりとか、そこが大きい、ね、はい、っていうところもあるけど、下位打線がもうちょっと頑張ってくれたらね。そうですね、うん、ちょっと辰巳さんがね、辰巳さんどうしたの、頑張って頑張ってね。いやでも、まあ、守備は今年も本当素晴らしいです。そうそうそう、でいいところだからもう、うん、いいところで打ったりもするんだよ、はい、だからこ う継続性ね、うん、安定感っていうのがね今の課題だね、はい、あとそれやっぱこう、ね、やっぱ細かいところもちゃんとやっていかないと、はい、であと、まあ、防御率はね 3.55 でパ・リーグ2位なんだけども、はい、救援防御率はあの 3.07 で1位。あ、そうなんですか。そう、うん、で先発の防御率は 3.78 で4位。あ、先発もだからちょっと乗り本もさ、はい、いいのにちょっと甘めにって打たれたりとか、はい、で記事がねちょっと復活してきたけど一回ねバタバタってなった時もあるし、ちょっと枠井もちょっとねフラフラしてて、はい、だからこうちょっと危ういよね。なんかここは確実っていうところがない感じ、今踏ん張りどころだよね、うん、そうですね、こうふわふわいってるところで、うん、ダーいく可能性もあるし、はい、ここでゴーっていく可能性もあるから、うん、ちょっと踏ん張りどころだよね。そうですね、うん、今こう保ってますから、うん、こういってくれるようにね頑張ってください。そう、はい、だからあとはその援護点、うん、援護率も 4.19 と、うん、パ・リーグ3位だから援護してくれてるんだよ。あ、してるんですね。そう、192点、うん、192点は2位だからね、うん、1位 193.6 って1点しかしかない、はい、援護結構してくれてるんだよ。本当ですね、うんうん、まあ、でも点取れないチームじゃないですか。だから多分噛み合ってないんじゃない、投打が。あ、抑えたら打てない、はい、打ったら打たれるみたいな、うん、そうですね、うん、でも他も日もあるから、うん、そう、うん、で他が負けてるから、はい、ソフトバンクとかが追撃してこられちゃう。確かに交流戦で負けてて、うん、そうですね。で楽天で言うと、うん、交流戦貯金1だけど、はい、2位なのよ。貯金1で2位ですか。そう、うん、オリックスが1位だから。ああ、パ・リーグで言ったらそうですね、うん、で3位が西武、4位ロッテ、5位ソフトバンク、6位日本ハムだから、うん、要は調子は悪いんだけど、うん、パ・リーグの中で2位なんだよ。うん、だから多分1位で保ってるだけだから。そうですね、ここがまた同一リーグになった時にどうなるかが勝負だから、うん、ちょっと今我慢したところで踏ん張りたいね、うんうん、っていうところだね、はい、あとはもうやること一つだけ、はい、外国人補強これはもうマスト。そうですね、うん、やっぱホームラン打てるバッターが欲しいですね、うん、特にバッターね、うん、ここはマスターでちょっと動かなきゃいけないんじゃないのかなと思いますね、はい、で続いて DeNA、 DeNA はね、うん、先日、うん、国吉と有吉のトレードが、はい、発表されましてね、うん、そういったところで、でも DeNA の、ね、はい、課題は明白なんだよ、うん、はい、それは何かというと開幕当初負けすぎあ、なんか懐かしいですね。そうですね、うん、あの、うん、外国人が来なかった時に、もう4月なんて 1,2,3,4,5,6 勝 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 敗だからね、うん、借金11よ。開幕だって何連敗ってね感じでしたもんね。そう、うん、1,2,3,4,5,6 連敗です。開幕6連敗したのか、うんうん、で交流戦で3位9勝6敗3分けで、そうです、あの貯金作ったんだけども、うん、やっぱその前半の負けすぎが響いて、うん、はい、で今5位、うん、ね、首位と17ゲーム差、はい、借金が14あるのか。
これは大きいよ。やっぱ本当にこう序盤の、そうだから要は4月までの借金が全部上乗ってるんです、うん、そうですね。でソト、オースティン、うん、エスコバ、はい、ピープルス、うん、で外国人が来てから、うん、まあ、そこそこ安定してから、はい、まあ、こっからどこまで逆襲できるかだね、うん、そうですね。でも今やっぱ打線はいい感じですよね。そうそうそう、だからもうそこがもうね、オースティンもね、うん、打つし、ソトもね、ソトちょっとこうなったけど、はい、まあ一発あるんでね。 DeNA のもう課題は明白なの、はい、防御率が 4.71 とダントツです、はい、あのセ・リーグの中で唯一の4点だ、うん、で防御率先発 5.15、 ああそうなんだ。で救援時 4.19 と、はい、もうダブルスコアでもう負けてる、うん、はい、だからもう投手陣頑張るしかないね。そうです。援護率どのぐらいあるんですか。援護率 3.81 で、あ、3点台なんだ。4位。あ、まあ、でも最初にやっぱり、うん、いないからね、はい、オースティン、あの外が、そっか、そうですね、そこが結構大きいと思う、うん、でチーム打率は2割5分4厘とセ・リーグ2位、うん、はい、まあ、2位タイ、阪神巨人と一緒、うん、で、ホームランの数は61本で、うん、セ・リーグ4位だけど、ここもオースティンと外がね途中から加入だから、その割には打ってると思う、はい、で2塁打111本は1位、うん、得点圏打率2割5分9厘も1、うん、2位、はい、だからやっぱ打ってんのよ。打ってますね、いい感じで、うん、で盗塁成功率が6割9厘と、うん、あのセ・リーグ最下位、うん、そこでチャンスを潰してるっていうところが、はい、でバントは9割2分3厘と犠打成功しっかりしてるし、あ、本当だ。で代打1割9分、まあここはまあ普通だね、うんうん、っていうところを考えると、うん、あとエリアが32個で若干ちょっと多いかなっていうところもあるけども、まあもう投手陣だね。そうですね。でも浜中完封、はい、今永高騰、うん、いいじゃんね、うん、ここが頑張って、はい、そっから来る人たちがどこまで続けるかが勝負だね、うん、そうですね。そして有吉投手もそうそう行ってね、うん、そこは組み合いたいし、うん、後ろ三島にね、ちょっとエスコバ、山崎康明、うん、こうどうやってつなげていくかっていうね、うん、ところがね、はい、だからもうピッチャーだね。ピッチャーですね。もうこうやって明白に見えてると、どう直していこうか、どう修正していこうかって分かりやすくて、そうそうそう、だから打線上で桑原から始まって、うん、でまあ、今伊藤光が2番入っていく、はい、まあ、バントとかしながら、うん、で佐野、オースティン、外でしょ、うん、でそこに宮崎入ってよ、いや強いですよ、そので大和もよ、得点圏打率めちゃくちゃ高いし、うん、はい、いい形の打線ができてるから、うん、もう投手陣、投手陣ドライブしないと、はい、取ってくる。いやでも取ってきましたよ、うん、あ、遠くから。でもまあピープルスとエスコバーいて、外オースティンいるから、そうですよ、ね、ちょっともう難しいから、ね、うん、もう今の中でどうにかするしかないから、既存の、そうか、そうですね、だから投手陣だね、うん、もうそこのやりこりと、まあ、誰か出てきてくれるのを待つしかないね、うん、そうですね、うん、まあ、それ一本立ちしてほしいね。そう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 、うん、だからもうなんとか3位に行くために目指すしかないな、うん、3位まで10ゲーム差、今の打線の感じでいけば、もう、まあ、ピッチャーが失点したらバッターがもう取り返すっていう感じで、うんうん、でもそれも博打だからね、ね、なんとか、もうだからもう三浦監督がピッチャーだから、はい、そこを整備するしかないんで、そうですね、うん、それがもう疲れてもいいから、匠の系統でいくか、うん、なんとかやりくりしないと、はい、まあ、打線はいい形でね、うん、できてるんで、まあ、もう17ゲームをひっくり返すのは正直難しいから、はい、まあ、3位死守だね、3位目指せだね、もう、そうですね、3位とは何ゲーム離れてるんですか。10これも結構大きいですけどまあそこも狙い3位だね、はい、そうですね、しかないね、うん、まあ、ということで、はい、まあね、次回どのチームか楽しみに、はい。